いつもありがとうございます。たなしです。では今回なんですけどね、スカバエのストレンジボールについて話していきたいと思います。というわけでね、今後もポケモン動画どんどん届けていきますのでよろしくお願いいたします。ではね、ストレンジボール知ってますか皆さん。こちらなんですけどね、レジェンズアルセウスで新しく登場したボールです。レジェンズアルセウスとソードシールド、ダイパーなど異なる時代で捕まえたポケモンを別の時代に送った時にストレンジボールに入った状態で表示される仕様になっております。ポケモンホーム内ではね、捕まえたボールはそのまま表示されます。で、スカバエにもね、ストレンジボールがあるということで、こちら最初の御三家を連れ歩くタイミングでボールをね、もう掲げる、このポーズをするとストレンジボールがね、表示される小ネタがあります。まあ、正直な話、なんでなんだろうね運営これ忘れてんじゃない。で、ストレンジボールってね、入手はできないです。現在ゲーム内でね、ストレンジボール入手できません。で、レジェンズアルセウスやダイパーリメイクでもね、ゲーム内で入手できなかったです。なので、今後もね、ストレンジボール自体のね、入手手段っていうのはなさそうかなと思っております。で、ストレンジボール、これボール遺伝についてなんですけどね、ポケモンはね、同種のポケモンで卵を作ると、卵にね、ボールの種類を引き継がせることができる仕様があります。まあ、ただし一部例外ありです。で、この仕様はね、ボール遺伝と呼ばれております。で、ストレンジボールはね、マスターボール、プリシャスボールと同じで、同種のポケモンで卵を作っても、ボールが引き継がれない。っていう風なね、仕様となっておりますので気をつけてください。で、スカバエではどうなるか、こちらなんですけどね、レジェンズアルセウスで捕まえたポケモンはね、ダイパーリメイク。では、ストレンジボールで表示されます。ソードシールドではね、対応してなかったのか、普通のモンスターボールでね、表示されてました。なんで、スカバエではね、ダイパーリメイクと同じように、レジェンズアルセウスで捕まえたポケモンっていうのがね、ストレンジボールで表示されるようになるのかなと思っております。では、まとめといたしまして。ボール遺伝できないのがね、ちょっと残念なんですけど、ここなんでなんでしょうね。まあ、マスターボールとかに入るのかな。なんで、ボールもね、こだわるのがポケモンということで、今後もね、ポケモン楽しんでいきましょう。ではでは。